皆さんこんにちは。杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。大仏です。ただかぶりたかった、それだけです。さあ本日いよいよですね、平成京平城京の時代から平安京、いわゆる平安時代に、移り変わっていきます。本日のクエスチョンはこちらです。あなたが桓武天皇ならば蝦夷、この人々をどうするかということをぜひ考えながら、我がこと当事者意識を持ってぜひ考えてみてください。さあ、そんなこの桓武天皇の時代ですね、藤原の次ぐ菅原の道という人たちが特性総論という中であることを述べております。さあ、この時代、まあ、天下の苦しむところ、この時代苦しいところは軍事と造作なりというところ、まあ、桓武天皇がやったことに関わってくるものです。さあ、じゃあその桓武天皇が一体何をやったのかというと、この2大事業があります。一つは遷都、まあ、都を移す。もう一つは蝦夷の支配、まあ、支配としておきます。さあ、まずはこの遷都から見てみましょう。この遷都784年長岡京に遷都しています。しかしその翌年ですね、785年、藤原の種継ぐという人物、まあ、この長岡京を作った人がですね、実は暗殺をされました。まあ、この時にですね、佐原親王という人がちょっと疑われもしたんですけれども、まあ、こういったことがある、つまり都を作った人がまあ暗殺される、あまりよろしくないことですよね。そして都を移すんです、794年。まあ歴史が本当に嫌い苦手な人でもご存知の平安京です。そしてもう一つやった事業の一つというのが蝦夷の支配というものです。さあ、こちらいくつかあるんですけれども、まあ、ピックアップするところ、797年第3回蝦夷征討としておきます。この時の征夷大将軍、ね、この征夷大将軍というのはこの頃から出てきてますからね。そしてこの将軍というのがいわゆる幕府の、ね、将軍となっていきますが、坂上の田村麻呂です。そしてこの蝦夷なんですけれども、802年陸奥に伊佐城というのを築城し、そして蝦夷のリーダーであるアテルイが降伏をして、まあ、支配というのがこう進んでいきます。さあ、そうするとどういうことが起きるのか、この2つの事業、まあこういうことになるんです。この2大事業で、まあ、お金かかりますよね、どちらにせよ、まあ、財政難、そして当然遷都するにも蝦夷支配するにも民衆の負担が増えるわけなんです。じゃあそれに対してどうするのというところなんですけれども、考えました。こういうまあ政策打ち立てます。根底要請だったり増用を半減しますよ、そして影主なんかを設置しますと。さあ、このような中、じゃあ天皇が変わってどうなっていくのか。平成天皇、嵯峨天皇の時代に変わります。さあ、この時代にですね、平成太上天皇の変、まあ、私の世代ですよ、よくクスコの変といってね、まあ、ハッと驚くとかね、そういった形でよく、まあ、僕なんかもこう、まあ、インプットしていきましたが、この平成太上天皇の変だったりとか、そしてこの当時ね、藤原冬次という人物が九郎殿の党になったりしております。
そしてこの時代客式も編纂をされていきます。三大客式、よく大というと私もですね変換ミスでよく大きいにしてしまうんですが、この三大の大は変わる方ですねの公認客式、上岸客式、縁起客式、そしてそれぞれ寮の儀下、寮の祝下なんていうものも出来上がっています。まあ、こちら注釈書ですね。さあこのような中、桓武天皇によって都は移され、そして恵比寿政党が続けられる、そしてこういうような平成天皇、嵯峨天皇の時代になっていく。さあこれからですね平安時代、さらに詳しく、そして細かく見ていきたいなと思っております。本日も杉山の日本史オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございました。